琉球裏星し,しじみ PC コップスコールブスフラストファー1919はしじみ蝶下の蝶の一種。羽の裏が銀色で黒い斑紋が一つだけある。津島裏星しじみと同族。標本の写真地味な小型のしじみ蝶である。特に夏型は日本山蝶類では最小級の大きさである。羽はその表面が死ゆともに黒褐色。裏面はは白。 前肢の先端が暗化シ色。外側の円沿いに黒い点の列と線が走る。胞子の前の円中央付近に黒い反転が一個ある。また円沿いに黒い反転列と灰色の線がある。雌雄の違いはほとんどなく、わずかにメスの方が羽の形が丸みを帯びるのみ。正確に区別するには、前足や腹部後端を顕微鏡で確認するのが無難だという。種としては、シッキム。 インド北部、ミャンマー、インドシナ半島、タイ、マレー半島、中国大陸南部、台湾、スマトラ、ジャワ、ボルネオ、フィリピンなどに分布する。日本産のものは SSP、リークアンシスシロズとされ、南西諸島のみから知られる。日本での分布は、蒸気範囲の中でも極めて限定され、確実なのは沖縄本島北部とイリオモテ島のみである。 石垣島からも一度だけ最終記録はある。入表島では1の3月に、沖縄本島では3の4月に第一世代が浮かし、11月くらいまで成虫が見られる。飼育下では1世代を越すのに1ヶ月余りを要することから、この間に数世代を繰り返すものと考えられる。越冬は修霊幼虫で行うとの報告がある。豆花を主な植草とし、 沖縄本島では、味噌直し、キワやぶはぎ、琉球ヌスビトハギがその食草として知られ、西表島では、キワやぶはぎだけが知られている。日本におけるこれらの食草の分布は、本種のそれより、かなり広い。本種全体で見ると、マレー半島では、メ科の他に、チなし類が食草として知られる。なお、飼育家では、ヌスビトハギを餌にしてうかまで進んだ記録がある。 森林内に生息し、特に渓流沿いによく見られ、また、植草周辺にいることが多い。暗い樹林の下低い位置をゆっくり飛んでいることが多い。日だまりでは飛んだ時に、表の黒と裏の白が交互にちらつき、目視しづらい。多少高いところを飛ぶこともあり、特に驚かせると、数メートル程度まで舞い上がる。オスは、森林下の明るいところで、 多少とも専有行動を取ることが見られる。産卵は、食草の新芽、つぼみ、花、果実などに1個ずつ産みつけられる。配偶行動、産卵行動等の観察記録はないようである。一例幼虫は、若い果実に穴を開け、体前半を突っ込んで食べるのが観察されているが、蕾や若葉を食べるのも観察される。それ以降については、 葉裏での観察が多いが、詳細な生態や行動の観察記録はない。観察例は多くないが、琉球の墨と萩の葉3枚を綴り合わせた巣の中から発見された例がある。同族の津島裏星ミッピーフラジェンスとは特に裏側はよく似ているが、この種ではオスの表側が光沢のある青紫となっている。また分布も、 あまりに違いすぎるほど違う。他にやはり裏に黒い反紋を一つつけるものに、姫裏星しじみにヘッポテコップスザルモラがある。この種では、甲州裏側の前方の大きい黒門以外に後方に小さい黒門があり、また羽の円に並行した破紋があるなどの違いがある。この種は、八重山で散発的に発見され、1996年以降は、 医療表島で継続して発見されている。見過ごされてきたのか、それとも、名朝由来で永久しているのかは不明とのこと。以下、主として、日本鳥類保全協会編、P159 久保田 P138 八志村編、P148 以上、副大ほか、P300 以上、副大ほか、P299 以上、副大ほか、P299 から300以上、 福田ほか、P299 から300以上、福田ほか、P300 以上、福田ほか、P300 日本鳥類保全協会編、P158 日本鳥類保全協会編、P157。ありがとうございます。